2021年3月28日15時、かねてより建設中であった東海北陸道、一宮稲沢北石が、好天の中、供用開始となったので、早速走りに行ってみたよ。ちなみに、ネクスコが募集していた限定5台の通行証明書には、見事に落選しました。
名神高速を利用できないこの IC にどれだけの利用者があるかはわかりませんが、稲沢市民が岐阜方面に行きやすくなったのは事実でしょうね。